ロシア革命、ロシア革命、ロシア革命、とは、1917年に、ロシア帝国で起きた二度の革命のことを指す、名称である。特に史上初の社会主義国家樹立につながったことに、重点を置く場合には、10月革命のことを意味している。また逆に、抗議には1905年のロシア第一革命も、含めた長期の諸革命運動を意味する。2月革命、 10月革命は当時ロシアで用いられていたユリウス歴における革命勃発日を元にしており、現在一般的に用いられるグレゴリオ歴では、それぞれ3月革命、11月革命となる。この項目で使用されている月日は1918年2月14日のグレゴリオ歴導入までの事柄については、ユリウス歴による月日で表記しており、13日を 加算するとグレゴリオ歴の月日に換算できる。1905年、地の日曜日事件によって始まった、ロシア第一革命は、1907年6月に、ストルイピン首相のクーデタで収束した。労働運動や革命運動は一時的に停滞し、革命化は西ヨーロッパへと逃れた。1912年4月、バイカルコ北方のレナ近郊でストライキ中の、 労働者に対して軍隊が発砲し、多数の死者が出た、レナキン衡事件。全国に抗議ストが広がり、労働運動は再活性化へと向かった。ストライキは1914年には第一革命期に匹敵するレベルに達した。第一次世界大戦が勃発すると、愛国主義が高まり、弾圧も強まって、労働運動は一旦脇に押しやられたが、戦争が、 生活条件の悪化をもたらすと労働運動は復活した。1915年6月にコストロマー、8月にイバノボイコールボズネセンスクで労働者が警官と軍隊に射殺される事件が起き、抗議のストを呼び起こした。自由主義者は1915年に国会でカデットを中心として進歩ブロックを作り、戦勝をもたらし得る、新内閣の実現を目指して、 政府批判を強めた。自由主義陣営内の急進派は労働者代表も含む工業動員のための組織として戦時工業委員会を主要都市に設立した。1916年6月、政府は従来兵役を免除してきた中央アジア諸民族やザカフカーズの海峡と住民を広報勤務に動員することを発表した。中央アジア。 カザフスタンの住民は7月に反乱を起こした。10月には、ペトログラードの労働者がストライキを行い、軍隊の一部も加わった。11月、シンポブロックのミルコーフは、国会において、政府の行為を一つ一つ挙げて、愚行なのか、それとも裏切りなのかと非難する演説を行った。支配層の動揺も激しくなり、12月には、皇帝夫妻に取り入って、 県政を振るっていた僧侶ラスプーチンが皇族や貴族のグループによって暗殺された。1917年1月、中央戦時工業委員会労働者グループは国の完全な民主化、人民に依拠する臨時政府をスローガンとして掲げて国会でもを呼びかけた。政府は労働者グループのメンバーや協力者を逮捕し、中央戦時工業委員会は抗議声明を発表した。 1917年2月23日、ペトログラードで国際婦人デーに合わせて、ビボルグ地区の女性労働者がストライキに入り、デモを行った。食料を不足への不満を背景とした、パンをよこせという要求が中心となっていた。他の労働者もこのデモにこうし、数日のうちにデモトストは全市に広がった。要求も戦争反対や先制だとへと拡大した。 ニコライ二世は軍に、デモやスとの鎮圧を命じ、ルーマには停回命令を出した。しかし鎮圧に向かった兵士は次々に反乱を起こして、労働者側についた。二月二十七日、労働者や兵士は、メンシェビキの呼びかけに応じて、ペトログラードソビエトを結成した。メンシェビキの地平ゼが議長に選ばれた。一方、同じ日に、ルーマの議員は、国会議長である十月と、 オクチャブリストのミハイル・ロー・ジャンコの下で、臨時委員会を作って、新政府の設立へと動いた。3月1日、ペトログラード・ソビエトは、ペトログラード守備軍に対して、命令第1号を出した。国会軍事委員会の命令は、それが、老兵・ソビエトの命令と決定に反しない限りで、遂行すべきであるなどとし、国家権力を臨時政府と分かち合う姿勢を示した。 これによって生まれた状況は二重権力と呼ばれた。ルーマ臨時委員会は3月2日、リボフを首相とする臨時政府を設立した第一次臨時政府。この臨時政府には、社会革命党からアレクサンドル・ケレンスキーが、法相として入閣したものの、その他は、カデットや、オクチャブリストなどからなる自由主義者中心の内閣であった。 臨時政府から退位を要求されたニコライ二世は弟のミハイル・アレクサンドロビッチ大公に行為を譲ったもののミハイル大公は翌日の3月3日にこれを拒否し定位につく者が誰もいなくなったロマノフ庁は崩壊した。ペトログラードソビエトを指導するメンシェービッキはロシアが当面する革命はブルジョワ革命であり権力はブルジョワジーが握るべきであるという認識から 臨時政府を、ブルジョア政府とみなして支持する方針を示した。臨時政府は3月6日、同盟国との協定を維持して、戦争を継続する姿勢を示した声明を発表した。この声明は連合国側から歓迎された。一方、ペトログラードソビエトが3月14日に、全世界の諸国民へと題して発表した声明は、我々は、自己の支配階級の侵略政策に、 全ての手段を持って対抗するであろう。そして我々は、ヨーロッパの諸国民に、平和のための断固たる共同行動を呼びかける、ロシア人民が、サーリの先制権力を打倒したように、諸君の反先制的体制の首っ気を投げ捨てよとし、臨時政府の姿勢との食い違いを見せた。ソビエトの圧力により、臨時政府は3月28日に、改めて以下の内容の、 戦争目的についての声明、3.27声明を発表した。自由ロシアの目的は、他民族を支配することでもなく、彼らからその民族的な財産を奪取することでもなく、外国領土の暴力的奪取でもない。それは、諸民族の自決を基礎とした格好たる平和を打ち立てることである。この原則は、我が同盟国に対して負っている義務を完全に遵守しつつ、 臨時政府の外交政策の基礎とされるであろう。ソビエトはこの臨時政府の声明を歓迎し、さらにこの声明を連合国政府に正式に通知するよう圧力をかけた。ミルコフ外相は4月18日にこの声明を発送した。しかし彼は声明にオフし、その中で遂行された革命が共通の同盟した闘争におけるロシアの役割の弱化を将来する。 と考える理由はいささかもない。全く逆に、決定的勝利まで、世界戦争を遂行しようという全国民的思考は、強まっただけであると解説した。この、ミリコフ覚書は3.27生命の趣旨とは、明らかに異なっていたため、新聞で報じられるとともに労働者や、兵士の激しい抗議でも、4月危機を呼び起こした。ミリコフ外相とグチコフリック解消は、 辞任を余儀なくされた。ペトログラードソビエトはそれにより、政府への参加を決めた。5月5日に成立した第一次連立政府は、もともと法相として入閣していた、ケレンスキーの他に、ソビエト内のメンシェビッキと、社会革命党から入閣があり、ソビエトからの代表を4名含む構成となった。ボリシェビキは、弾圧によって弱体化していたため、2月革命の、 家庭で指導力を発揮することはできず、ソビエトにおいても少数派にとどまった。臨時政府やソビエトに対する姿勢に関しても、革命当初は方針を明確に定めることができなかった。3月12日に中央委員のカーメネフとスターリンが、流刑地からペトログラードに帰還すると、ボリシェビキの政策は、臨時政府に対する条件付き指示、戦争継続の容認へと変化した。 期間史、プラウダーには、臨時政府が、旧体制の残死と実際に戦う限り、それに対して、革命的プロレタリアーとの断固たる指示が保障される、軍隊と軍隊とが対峙しているときに、武器をしまって、家路に着くよう一方に提案するのは、最も馬鹿げた政策であろう。我々は、銃弾には銃弾を、砲弾には砲弾を持って、自己の持ち場を固守するであろうなどといった論説が、掲載された。 これに対し、4月3日に亡命地から帰国したレーニンは、現在の革命における、プロレタリアートの任務について途大した、テーゼ、4月テーゼを発表して、政策転換を訴えた。その内容は、臨時政府を、ブルジョア政府とみなし、一切支持しないこと、祖国防衛を拒否すること、全権力のソビエトへの移行を宣伝することなどであった。 ミリコフ覚書が引き起こした四月危機の影響もあり、この四月定税は四月二十四日から二十九日にかけて開かれたボリシェビキの党全国協議会で受け入れられ、党の公式見解となった。第一次連立政府で陸海省となったケレンスキーは、同盟諸国からの要求に応え、前線において大攻勢を仕掛けた。将軍たちは攻勢に伴う。 愛国主義的熱狂によって兵士たちの不満を抑えようとした。しかし6月18日に始まった構成は数日で、頓挫し、ドイツからの反抗にあった。構成が行き詰まると兵士たちの間で政府に対する不信感はさらに強まった。7月3日、ペトログラードの第一機関従連隊は、ソビエトの中央執行委員会に全権力を掌握するよう求めるための武装デモを、 行うことを決定した。他の部隊や工場労働者もこうし、その日のうちに武装デモが始まった。しかし、ソビエトの中央執行委員会は、デモ隊の要求を拒否した。7月4日になると、デモの規模はさらに拡大したが、政府とソビエト中央を支持する部隊が、前線からペトログラードに到着し、力関係が逆転した。武装デモは、失敗に終わった。 デモを先導したのはアナーキストであり、ボリシェビキは当初の段階ではデモを抑える姿勢をとっていた。しかし抑えきれないまま始まってしまったデモを支持する、以外なくなった。デモが失敗に終わると、一切がボリシェビキの先導によるものとみなされ、激しい弾圧を受けることになった。トロツキーやカーメネフは逮捕され、レーニンやジノビエフは地下に潜った。デモに参加した部隊は武装解除され、 兵士たちは前線へ送られた。レーニンは、この7月放棄により2月革命以来の二重権力、状況は終わり、権力は決定的に反革命派へと移行した、と評価し、4月定ーの全権力をソビエトへというスローガンを放棄することを呼びかけた。このスローガンは、権力の平和的移行を意味するものだったため、その放棄とは、実質的には武装放棄による、 権力奪取を意味したボリシェビキは7月末から8月初めにかけて開かれた第6回党大会でレーニンの呼びかけに基づく決議を採択した第1次連立内閣は7月8日にリボフ首相が辞任したことで終わり同月24日にケレンスキーを首相とする第二次連立内閣が成立したこの連立内閣は 社会革命党とメンシェビキから多くの閣僚が選出され、カベットからの閣僚は4名に過ぎないなど、社会主義者が主導権を握る構成となった。しかし、ケレンスキー内閣の政策は、リボフ内閣とほとんど変わったところのないものだった。構成の失敗により保守派の支持を失い、7月放棄後の弾圧により、革命派からも支持されなくなったため、 臨時政府の支持基盤は極めて弱いものとなった。7月18日に軍の最高総司令官に任命されたラーブル、コルニーロフは2月革命以後に獲得された兵士の権利を制限し、有害分子を追放することなどを政府に要求して保守派の支持を集めた。保守派の支持を得ようとしていたケレンスキーもコルニーロフの要求をすべて受け入れることはできず、 両者は対立することになった。8月24日、コルニーロフは、クルイモフ将軍に対し、ペトログラードへ進撃して、革命派の労働者や兵士を武装解除し、ソビエトを解散させることを命じた。翌日には政府に対して、全権力の異常を要求した。カデットの閣僚は、コルニーロフに連帯して受任し、軍の 各方面軍の総司令官もコルニーロフを支持した。ケレンスキーはソビエトに対して無条件支持を要請した。8月28日、ソビエトはこれに応じて大反革命人民闘争委員会を作った。弾圧を受けてきたボリシェービッキも委員会に参加してコルニーロフと戦う姿勢を示した。ペトログラードに接近した反乱軍の兵士たちはソビエトを支持する労働者や 兵士の説得を受け、将校の命令に従わなくなった。反乱軍は一発の銃弾も撃つことなく解体し、は、失敗に終わった。クルイモフは自殺し、コルニールフは9月1日に逮捕された。カデットの閣僚が辞任して、第二次連立内閣が崩壊したため、ケレンスキーは9月1日に5人からなる、失政府を暫定的に作り、正式な連立内閣の成立を目指した。 ソビエトは9月14日から22日にかけて民主主義会議を開いて権力の問題を討議し、有産階級代表との連立政府を作ること、コルニールフ反乱に加担した分子を排除すること、カデットを排除すること、という3点を決議した。しかし、有産階級代表との連立政府とは、実質的にはカデットとの連立政府だったため、この3つの決議は互いに矛盾していた。 9月25日に成立した第三次連立政府は、結局は、カデットも含むものになった。ソビエト内部では、コルニールフの反乱以後ボリシェビキへの支持が急速に高まった。8月末から9月にかけ、ペトログラードとモスクワのソビエトで、ボリシェビキ提出の決議が採択され、ボリシェビキ中心の執行部が選出された。これを受け、 レーニンは武装放棄による権力奪取をボルシェビキの中央委員会に提起した。中央委員会は10月10日に武装放棄の方針を決定し、10月16日の拡大中央委員会会議でも再確認した。一方、ペトログラードソビエトは10月12日に軍事革命委員会を設置した。これはもとはペトログラードの防衛を目的として、 メンシェビッキが提案したものだったが、武装放棄のための機関を必要としていたボリシェビッキは賛成した。トローツキーは、我々は、権力奪取のための司令部を準備している、と言われている。我々はこのことを隠しはしないと演説し、あからさまに武装放棄の方針を認めた。メンシェビッキは、軍事革命委員会への参加を拒否し、委員会の構成メンバーは、ボリシェビッキ48名。 社会革命党左派14名、アナーキスト4名となった。前後して、軍の核部隊が次々に、ペトログラードソビエトに対する指示を表明し、臨時政府ではなくソビエトの指示に従うことを決めた。10月24日、臨時政府は、最後の反撃を試み、忠実な部隊によって、ボリシェビキの新聞、ラボーチープーチ、ソルダートの印刷書を占拠したが、 軍事革命委員会はこれを引き金として武力行動を開始、ペトログラードの要衝制圧し、10月25日に臨時政府は打倒された。国家権力はペトログラードヘ兵ソビエトの機関であり、ペトログラードのプロレタリアートと守備軍の戦闘に立っている軍事革命委員会に移ったと宣言した。その後、26日未明に東急を占領し、 ケレンスキー以外の閣僚を逮捕した。ケレンスキーは臨時政府に忠実な部隊を探すために東急から脱出して前線へ向かっていた。放棄と並行して第2回全国労働者兵士代表ソビエト大会が開かれた。この大会においては社会革命党右派やメンシェビキが放棄に反対し退席していたため残った社会革命党中央派 サ派に対してボリシェビキは多数派を占めていた。東急占領を待ち、大会は権力のソビエトへの移行を宣言した。さらに27日、大会は全公選国に無併合、無賠償の講和を提案する、平和に関する布告、地主からの土地の没収を宣言する、土地に関する布告を採択し、新しい政府として、レーニンを議長とする人民委員会議を設立した。 東急から逃亡したケレンスキーは、プスコフで、騎兵第三軍団長クラスの府の協力を取り付け、その軍によって10月27日に、ペトログラードへの反抗を開始した。ペトログラード市内でも、社会革命党や面守キを中心に、祖国と革命救済委員会が作られ、10月29日に、士官学校生らが反乱を開始した。しかし反乱はその日のうちに鎮圧され、 ケレンスキークラスノフ軍も翌日の戦闘で敗れた。モスクワでは10月25日にソビエト政府を支持する軍事革命委員会が設立され、26日に臨時政府の側に立つ社会保安委員会が作られた。10月27日に武力衝突が起こり、当初は社会保安委員会側が優勢だったが、周辺地域から 軍事革命委員会側を支持する援軍が到着して、形勢が逆転した。11月2日に、社会保安委員会は屈服して、和平協定に応じた。軍事革命委員会は11月3日に、ソビエト権力の樹立を宣言した。ボリシェビキと共に武装放棄に参加した、社会革命党左派は、11月に、党中央により除名処分を受け、 左翼社会革命党として独立した。左翼社会革命党はボリシェビキからの入閣要請に応じ12月9日に両者の連立政府が成立した。2月革命以後国家権力の形態を決めるものとして臨時政府が実施を約束していた憲法制定議会は10月革命までついに開かれなかった。ボリシェビキは臨時政府に対して その開催を要求してきたため、武装放棄が成功した後の10月27日に憲法制定議会の選挙を実施することを決めた。しかし11月に行われた選挙では、社会革命党が得票率40%で410議席を得て第1党となり、ボリシェビキは得票率24%で175議席にとどまった。レーニンは12月26日に、 憲法制定議会についての提示を発表した。憲法制定議会は、ブルジョワ共和国においては、民主主義の最高形態だが、現在はそれより、高度な形態である、ソビエト共和国が実現している、とした上で、憲法制定議会に対して、ソビエト権力の承認を要求するものだった。一方、社会革命党は、全権力を憲法制定議会へ、というスローガンを掲げ、 10月革命を否定する姿勢を示した。翌年1月5日に開かれた憲法制定議会は社会革命党が主導するところとなり、ボリシェビキが提出した決議案を否決した。翌日、人民委員会議は憲法制定議会を強制的に解散させた。1月10日にはロシア、社会主義連邦ソビエト共和国の成立が宣言され、ロシアは 世界初の共産主義国家となった。全公選国に無併合、無賠償の講和を提案した平和についての布告はフランスやイギリスなどの同盟諸国から無視されたためソビエト政府はドイツやオーストリア・ハンガリーとの単独講和へ向けてブレストリトフスクで交渉を開始した。交渉は外務人民委員となっていたトロツキーが担当した。この交渉に関して ボリシェビキの内部に3つのグループが形成された。講和に反対し、革命戦争によって、ロシア革命をヨーロッパへ波及させようとするブハーリンのグループ、直ちにドイツ側の条件を受け入れて、息継ぎの時間を得ようとするレーニンのグループ、そしてドイツでの革命勃発に期待しつつ、交渉を引き延ばそうとするトロツキーのグループである。最初の段階では、 トロツキーの中間的な見解が支持を得たため、ソビエト政府は、ドイツ側が1月27日に突きつけた、最後通帳を拒否した。ドイツ軍がロシアへの攻撃を再開し、ロシア軍が改装すると、ボリシェビキの中でようやく、レーニンの見解が、多数派を占めた。3月3日、ソビエト政府は、当初よりさらに厳しい条件での講和条約に、調印した。 このブレストリトフスク条約によって、ロシアはフィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ウクライナ、さらにカフカスのいくつかの地域を失い、巨額の賠償金を課せられることとなった。後に、同年11月にドイツ革命が起き、ドイツが敗北するとボリシェビキはこの条約を破棄したが、ウクライナを除く上記の割譲地域は取り戻せず、独立を認めることとなった。 左翼社会革命党は、講和条約に反対し、ボリシェビキとの連立政府から脱退した。1918年5月、捕虜としてシベリアに留め置かれていたチェコスロバキア軍団が反乱を起こし、これに乗じてアメリカや日本がシベリアに出兵した、シベリア出兵。イギリス軍は、八海沿岸の都市を占領した。サマーラでは、社会革命党の憲法制定議会議員が、 独自の政府、憲法制定議会議員委員会、コムーチを作り、さらに旧軍の将校が各地で軍事行動を開始した。こうした反革命軍は、総称して白軍と呼ばれたが、緑軍のようにボリシェビキにも白軍にも組みしない軍も存在した。白軍の有力な将帥としては、アントン・デニーキン、アレクサンドル・コルチャーク、グリゴリー・セミョーノフなどが知られる。ソビエト政府は、 ブレストリトフスク条約締結後に軍事人民委員となっていたトロツキーの下で赤軍を創設して戦った。この内戦を戦い抜くため、ボリシェビキは戦時共産主義と呼ばれる極端な統制経済策を取った。これはあらゆる企業の国営化、私企業の禁止、強力な経済の中央統制と配給制、そして農民から、 必要最小限のものを除くすべての穀物を、挑発する穀物割り当て挑発制度などからなっていた。この政策は、戦時の混乱もあって、失敗に終わり、ロシア経済は壊滅的な打撃を受けた。農民は穀物挑発に反発して、穀物を取得し、しばしば反乱を起こした。また、都市の労働者もこの農民の反乱によって、食料を確保することができなくなり、 深刻な食料を不足に見舞われるようになった。1921年には工業生産は大戦前の20%、農業生産も3分の1にまで落ち込んでいた。この内戦と干渉戦はボリシェビキの一党独裁を強めた。ボリシェビキ以外のすべての政党は非合法化された。革命直後に創設されていた秘密警察のチェーカーは裁判所の決定なしに 逮捕や処刑を行う権限を与えられた。1918年8月30日には、左翼社会革命党の党員が霊人に対する暗殺未遂事件を起こし、これをきっかけに政府は赤色テロルを宣言して激しい報復を行った。一方、対異後禁されていたニコライ2世とその家族は、1918年7月17日、 反革命側に奪還される恐れが生じたために、銃殺された。一時期白軍は、ロシアやウクライナのかなりの部分を支配下に置いたものの、内紛などによって、急速に勢力を失っていき、次々とソビエト政府側によって鎮圧されていった。デニーキンの敗残兵をまとめ上げ、白軍で最後まで残って、クリミア半島に立てこもっていたピョートル・ブラーン・エリ、将軍率いるロシア軍も、 1920年11月のペレコープイコールチョーン音ル作戦で破れて制圧され、内戦はこれをもって収束し、ソビエト政府側の勝利に終わった。最後までシベリアに残っていた日本軍も1922年に撤退した。また、この内戦の過程において、白軍に参加した、あるいは赤軍やソビエトに反対した人々が国外に大量に亡命し、こうした亡命者は、 白系ロシア人と呼ばれるようになった。内戦が終わっても、戦時共産主義体制はしばらく継続しており、これに反発して起きる反乱もやむことがなかった。1921年には、軍港都市クロンシュタットで、海軍兵士によるクロンシュタットの反乱が起き、ボリシェビキによって鎮圧されたものの、同年3月21日に、経済統制をやや緩めた、ネップ。 新経済政策が採択され、軌道修正が図られるようになった。このネップ体制下で、農業、工業生産は回復に向かった。1918年7月4日から7月10日に、かけて開かれた第5回全ロシアソビエト大会は、最初のソビエト憲法を採択した。憲法の基本的任務は、ブルジョワジーを完全に抑圧し、人間による人間の搾取をなくし、 階級への分裂も国家権力もない社会主義をもたらすために強力な全ロシアソビエト権力の形で都市と農村のプロレタリアート及び貧農の独裁を確立することとされた第9条。また、ソビエト大会で選ばれる全ロシアソビエト中央執行委員会を最高の権力機関とする一方、ソビエト大会及び中央執行委員会に対して責任を負う。 人民委員会議にも立法権を認めた。この大会の会期中の7月6日、ブレストリトフスク条約に反対する左翼、社会革命党は戦争の再開を狙って、ドイツ大使のミルバッハを暗殺し、軍の一部を巻き込んで政府に対する反乱を起こした。反乱は鎮圧され、左翼社会革命党は弾圧を受けることになった。ソビエト政府は、ボリシェビキの単独政権となり、 野党は存在しなくなった。1922年にはロシア、社会主義連邦ソビエト共和国、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国、ウクライナ社会主義ソビエト共和国、白、ロシアソビエト社会主義共和国の4つを統合し、ソビエト社会主義共和国連邦が成立した。ロシア革命は、少なくとも、最初に勃発した2月革命の時点においては、 自然発生的な革命であり、どの政治勢力も革命の展開をリードしているわけではなく、むしろ急展開を急ぎ追いかける形となっていた。しかし成立した臨時政府が情勢をコントロールできない中、レーニン主導官のボリシェビキが情勢を先導して行くようになり、10月革命は逆にボリシェビキが鉄刀鉄尾主導権を握って自力で起こしたものであり、革命というよりはむしろ、 クーデターと言うべき性格のものだった。ともあれ10月革命によって成立したボリシェビキ主導政権は世界初の社会主義国家であり全世界に大きな影響を及ぼした。ボリシェビキは世界革命論によってロシアの革命を世界へと輸出することを望んでおり1919 19年3月2日にボリシェビキ主導の下で結成されたコミンテルンも ヨーロッパ諸国へ革命を波及させることを主目的の一つとしていた。しかしこうした試みは成功せず、一国社会主義論の登場とともに、コミンテルンの役割は変容していった。まず、日本語で読めるロシア革命の当事者による著作として、2月革命後に臨時政府の閣僚となったアレクサンドル・ケレンスキーの、ケレンスキー回録、定性派国会議員、修理議員の、 革命の日の記録、10月の武装放棄を指導した、トロツキーのロシア革命士、アナーキストの暴輪による、1917年、裏切られた革命、10月革命後に、司法人民委員となった、左翼 SL のスタインベルグによる、左翼 SL 戦闘士がある。菊池正則編、ロシア革命は、革命当時の声明や回想を含む、ロシア社会民主労働党、 東大7回、4月全ロシア協議会議事録は4月定時を、めぐるボリシェビィキの党内討論の議事録、加藤一郎編、ナロードの革命投資は、左翼、SL の決議や声明を収録している。ジャーナリストによる記録としては、ジョン・リード、世界を揺るがした10日間が、最も有名なものである。基本的には、ボリシェビィキの観点から書かれており、レーニンが序文を書いている。 e h カーのボリシェビキ革命は西欧のロシア革命研究において古典としての位置を占める。日本の研究では2月革命に関しては江口牧浪編、ロシア革命の研究に収められている和田春樹の論文2月革命10月革命に関しては長尾久志の論文ロシア10月革命の研究が最も詳しい。その他の文献については 菊池正則編、ソビエト史研究入門や文字田幸男、野村達郎他編、西洋近現代史研究入門で知ることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。